どうもシャーペンです。今回は、ついにこの時やってまいりました。右上ご覧ください。10周年記念イベントまであと28日でございます。今日の動画から僕が忘れない限りは、カウントダウンをやっていこうかなということで、だんだん近づいてるんだなってことを実感してください。でカウントダウンを始めるにあたって、この動画は、歴代の周年イベントを簡単に振り返りつつ、今年の10周年のこの記念イベントはどんな感じになるのかなっていうのをざっくりと見ていって、深く予想するのは後日また投稿しようかなと思っております。ということで待望の10周年へ歩みを進めましょう。まず振り返りの前に、現段階で判明しているモンスターストライク 10th アニバーサリーパーティーの詳細を見ていきましょう。まず日付としては、本来モンストが10周年迎える日は10月の10日なんですけども、10周年イベント自体は9月30日と10月の1日に行われますと。でそして今回は久々に一般の方も参加できる周年イベントとなっているんですけども、ただフラパとかモンドリのようなお祭り感ではなく、あくまでもパーティーですね。もうすでに話題には上がってると思うんですけども、本イベントにはドレスコードがございますとか、服装の指定があるっていう、チケットの詳細とかをよく読んだ方が良さそうですね。この公式なモンストグッズを何かしら身につけるってのは面白いですね。これが証明書というか、ね、このグッズのラインってのは難しいですよね。だったらのモンストのじゃがりこの蓋でもいいのかとか、スーパーカップの蓋でもいいんかってなりますけども。でそして今のところ発表されてるコーナーはこちらでございまして、 M4 ファイトクラブの豪絶と。周年はタイミング的に毎回爆絶のコーナーだったんですけど、今回は豪絶ですね。10月1日は数字で振り返るモンスト10周年の奇跡、両日開催されるのはモンストのグランプリと、オーケストラで、さらにはモンストニュースも2日にわたって放送されますと。でこれ公式のチケットサイトを確認すると、結構今回イベントそんなに長いわけではなさそうですね。イベント終了予定時間が1日目が19時半で、2日目に至ってはもっと早くて18時半っていう、すごいこれ珍しい気しますね。逆にこれこの後になんか控えてんじゃないかって勘ぐっちゃいますけども、どうなるんでしょうかと。ここまでが今のところ判明している10周年記念イベントに関してなんですけど、ここからは歴代周年イベントの注目ポイントといいますか、基本的にモンストニュースで発表されたものを振り返っていくんですけども、ちょっと1周年を飛ばして2周年から見ていくと、ここでは新難易度として爆絶のアバロンが降臨したり、新コンテンツの覇者の塔が発表されたりと、両方とも現在につながるものが発表されてますね。でさらにここで発表されたのが新しい進化の重進化でありまして、今でもモンストの主力コンテンツになっているんですけども、ここから始まりましたね。で次が3周年でありまして、こちらフラパ2016と合体したイベントとなっていましたと。でモンストの周年ガチャといったので爆絶監視ガチャは3周年から始まりました。であと3周年というと、初の分岐実装となってウリエルをはじめとして、この時代2016年にもかかわらず、このイベントでは7体の重進化が発表されていたと、フラパ合体効果ですかね。でそして4周年からは人気投票ガチャが始まりまして、モンストの周年ガチャといったら爆絶監視ガチャ、人気投票ガチャの2つの柱が出来上がったと。ただ初回はまさかのパックが10位ランクインするっていう、大波乱が起きましたね。で他だと電撃文庫のコラボが発表されたんですけども、ただ4周年といったら新しく魂の紋章の実装や、重心化がモンストのオリジナルキャラクターではなくエヴァだったことから、かなり荒れてましたね。一番荒れた周年イベントではないかなと思います。でこの4周年生放送の前後直前でカムイ重心化で、その直後にダッチ重心化しているんで、全くオリジナルキャラクターに関しては動きがなかったわけではないんですけども、運営のサプライズの方向性がユーザーと合っていなかったんではないかなと思いますね。で5周年からは爆絶監視ガチャがマルチとなりまして、クエストと同じく4人マルチをすることによって最大4体の星6キャラクターを入手可能になったり、アップデートはモンスターレンタルの実装や野間系のリニューアル、サンクチュアリドロー神化実装とか、ランク上限解放だったりが実装されたことに加えて、重心化の目玉を飾ったのは限定でアリスで、さらに通常キャラクターの顔とも言えるアーサーってことで、もう4周年の真逆を行くような、もう王道のまさにモンストの周年イベントって感じでしたね。この完成度を考えると、4周年のコンセプトの、ここから未来へってのがすごい意味深に感じますね。そして6周年なんですけども、この年といったらやっぱり直前の6周年カウントダウンイベントでありまして、夏のイベントのフラパからすでに6周年の雰囲気が始まっていて、もう今考えてみても歴代最強のイベントだったと思うんで、もうカウントダウンでこれだったら6周年本番はどうなっちゃうんだって、ハードルがギャンギャンに上がってましたね。でその結果もう6周年イベント自体はもういつも通りの周年イベント、良くも悪くも、もう流れとしては5周年と一緒のような感じだったんですけども、カウントダウンイベントによるハードルの高さを超えられなかった結果、もう4周年に次ぐほど荒れていた記憶がありますね。いやでもそれぐらいカウントダウンイベントすごかったんですよね。実際6周年は後に振り返ってみると、そこまで悪くない周年イベントだったんではないかなと思いましたね。なので個人的には6周年そんなに悪くない思い出なんですけども、ただこのタイミングで新しい進化の重心化回が発表されたんですけども、これさらっとしすぎてましたね。もっとなんか PV とか流さないんかなと思ったら、もうアップデート情報のついでに重心化回あるよって感じだったんで、ここにもうちょっと力が入ってくれたら嬉しいなと思いましたね。でそして7周年は3周年ぶりにフラパと合体したイベントになったんですけども、元からオリンピックの影響でかなりイレギュラーになるんじゃないかなと思っていたら、
そこにさらにコロナの影響重なってしまって、オンラインでの開催となってしまったと。ただしかし始まってみるともそれを感じさせないほどの豪華なイベントになっておりましても、逆境を跳ね返すかのごとくの、こちら側の目線としては普段通りの周年イベントだなって感じましたね。でコロナの影響で爆絶感謝マルチガチャの募集が、まあ、LINE でも可能になったって、もこれは怪我の巧妙って感じありましたし、あとマスターオブの発表方法も良かったですね。まず周年イベントでマスターオブだけ出しておいても、どういうものかは明かさないっていう。で詳細発表するのもあらかた周年イベントが終わってもその10月の後半ぐらいでこういうものだよってのを明かして、もう熱を持続させると言いますか、まあ、この流れは現代にも受け継がれてますね。何回も言ってますけども、7周年は重心化に加えて、まあ、コラボがそのガチャありコラボというか、まあ、ここまでは妖怪ウォッチとか無料系多かったんですけども、より本格的なコラボとなったのはここからでありまして、進撃の巨人でアップデートやキャンペーンも何から何まで良かった。まあ、キャンペーン中のゲリラの日だけはちょっと厳しいイベントでしたけど、それ以外は完璧なイベントだったんではないかなと思います。そして8周年はこの前年に初開催されたモンフリと合体したイベントとなりまして、このイベントの前夜祭として、まあ、ゲーム情報の発表はないんですけども、まあ、モンストニュースの裏側みたいな、まあ、モンスト好きな方にとってはたまらないコーナーもありましたね。で発表内容は全体的に7周年を踏襲した感じでございまして、進撃に続いて、まあ、力の入ったコラボのリゼロで、お好みルーレットは一応マスターオブ枠と、まあちょっとギャンブル性はありますけども、ニュース発表段階のワクワクはすごかったですからね。であと目玉となった重心化も2体の分岐重心化っていう、この辺が7周年と似てましたね。でそして去年の9周年なんですけど、なんとイベントが3日にわたって開催されたことに加えて、まあ、モンストニュースも2日に分けられるって、これ初の試みでしたね。このタイミングでどういう発表方法になるんかなと思っていたんですけども、1日目は窓回りコラボと風神雷神の分岐重心化などが発表されておりまして、まあ、フィナーレでアルティメットマドカのサプライズ実装が発表されたと。でそしてもうコラボが0時から始まるよっていう。でもう1日目にコラボの情報を全て出し切っても、2日目は完全にモンストの情報にシフトしたって感じでして、こっちが普段通りの周年っていう感じになってましたね。まあ、ということで実際の情報量としてはめちゃくちゃ多いというわけではなく、まあ、普段の周年とそこまで変わんなかったんで分ける必要ねえじゃんって意見もわかるんですけど、ただ個人的には楽しむ翌日に持ち越せるというか、まあ、ニュース終わってまだ明日あるわって感覚は新鮮で好きですね。でこれ以降というか、まだ日は浅いんですけども、モンドリと、まあ、今回の10周年イベントもモンストニュースが2日に分けられるようになりましたということで、これを踏まえてではないですけども、今年の10周年のモンストニュースはどうなるかっていうのを一旦ざっくりとだけ見ておくと、まあ、フラパというか、まあ、今年はモンドリでしたけども、それと一緒で周年ニュースも主にこの4つで構成されておりまして、まあ、重心化コラボアップデートキャンペーンと。でまず重心化なんですけど、これがまあ注目ですね。で紹介した通り2周年からモンストを支えてきたもうご長寿コンテンツなんですけども、ついに終わりが見えてきていると。でこの重心化に関しては先にも動画投稿してあるんで、これはよかったら概要欄などからご覧ください。で重心化が終わるとなると、ここから顔をかざっていくのは重心化界でありまして、まあ、実際9周年はアーサー、モンドリはルシファーと、まあ、重心化界はトリを飾るようになっておりまして、すでに新時代の幕開け感がありますね。まあ、おそらく10周年で終わるであろう重心化が、まあ、最後を飾るのか、まあ、新時代感を醸し出すべく、まあ、界がまたトリを飾るのか注目したいですね。で続きましてコラボと、まあこんな予想できること少ないんですけども、フラパ周年で発表される作品は新規が多かったんですけど、ただ今年はモンドリで、鬼滅の3弾が発表されておりまして、まあ、全然復刻系のコラボが、まあ、こういう大型イベントで発表される可能性も出てきたっていう。これはまたイベントが近づいて他のソシャゲとのコラボ確認とかしてから、作品予想しようかなと思っております。でアップデートって、まあ、ちょっと前ですけど、偶数年は革命的にアップデートで、奇数年は割と正統派のアップデート来てるなと思っていたんですけど、ただ7周年9周年に加えて8周年もかなり王道なアップデートが続いていると。ただ革命が起こるのはやっぱりこのタイミングが多くて、まあ、魂の紋章とか、まあ、重心化とか回の実装は周年なんで、まあ、そろそろ重心化が終わることから何かまた新しい一歩を踏み出す可能性ってのはありますね。であとよくコメントとかで期待されているのは、ノマクエとかショコの初クリア報酬リセットがありまして、これは交互に来てますね今のところ。で今年の周期としてはノマクエリセットの周期となっておりますと。ただ今年のモンドリが運極ボーナスリセットのタイミングだと思ったんで、ワンチャンここで一緒に来ないですかね。そして最後にキャンペーンと、まあ、今年はなんといっても6周年ぶりに周年カウントダウンイベントが実施中でありまして、10月の重大恩返しのいくつかをここで発表されるんじゃないかなと思います。もうなんなら全部もあり得るんですかね。またおそらく1個お好みルーレットとかダンジョンズドリームみたいな、この周年イベントで画像だけ出して、まあ、実際詳細は後日になるよってのもありそうなんで。でそして今年の注目点でいうと、も長年モンストの周年ガチャを担ってきた爆絶感謝ガチャがもう去年終わりまして、もう今年から新しい周年ガチャが始まるらしいんですけども、そのガチャはモンストの顔になれるんでしょうかと、まあ、いうことでざっくり見ていったんですけども、個別でまだまだ言いたいことを予想したいことあるんで、まあ、この辺まとまり次第動画投稿随時していく予定なんで、まあ、よかったらチャンネル登録していただけると、まあ、より10周年を楽しんでいけんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。ということで、すでに10周年イベントまであと1ヶ月を切っているんで、もうここからもう10周年の心を作り上げておきましょう。よかったらコメントとか、皆さんの、10周年期待してることとかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと次にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ。ではご視聴ありがとうございました。てんなら。